はい、どうも、ナビです。今日も買う？今日はですね、チェインボンズの下に来てるんですけど、ニホンがセカンドニホンということで、新しいやつが出来上がりました。はい、今日からですね。今日からです。これはディオさんのやつで作っているもので、はい、昔まあ僕のチャンネルでアームスリーブ、はいはいはい、紹介したんですけど、それと同じメーカーのが作っているということで結構黄色基調でね。そうですね、ファーストユニフォームとは真逆の黒が入ってる、はい、はい、そうですね。まあ前ペガサスさんので紹介したんですけど、同じようなやつで、まあ結構軽くて生地もしっかりしてるやつです。これはですね、結構安いんですよね。そうですね、あの5着以上頼んだら、はい、税込み5500円からめちゃくちゃ安いなので、まあ検討してみてもいいかなと。皆さんもセカンドユニフォームとかサードユニフォーム欲しいと思います。そういうチームにはいいかなと思います。はい、まあ普通多分あれですよね、5着からっていうのができるかわかんないですよね。はい、そうですね、10何着からチームでってことですね、はいはいはい、なので5着からできるという、電子ユニフォームにもできる。そうですね、はい、いい感じですね。まあ、あとこの GS のマークがいたり、はい、あとすいません、はい、この公式スポンサーのナビティチャンネルの公式スポンサーの名前、これが入ってしまったということで、はい、ついにあのね、結構阪神からみたいな、そうですね、はい、いい感じですけど、この基調に合わせた道具もちょっと選んでいきたいと思います。そうですね、はい、その後日紹介していきたいと思います。あのチェインボンズはいろんな会社さんが支えられてるんですけど、はい、そうですね、その中でも今回あのナオピーチャンネルが選ばれたんです。そうですね、ちょっとあのグランドがとか言ってる言い訳できなくなりますよね、はい、そうですね、グランドに寄ってくる来ない言ってるんで、ちょっと出席率上げていきたいと思います。そうですね、ありがとうございます。でもナオピーチャンネルのロゴが入るのはもう3チーム目ぐらいですか。2チーム目、あ、そうです、そうです、チームカツキペガサス、あ、そうですね、3チームですね。嬉しい、恐縮です。ちょっと10チーム活動頑張っていきたいと思います。そうですね、今何人ですか、はい、登録者は1210人です。おー、たあれ1000人達成したのはいつでしたっけ。1年前、うん、6ヶ月前ぐらいかな。でもあれですよね、試合動画結構伸びるっすよね。そうですね、試合動画結構伸びるんで、で今日はこの新入りの試合を配信しようと思うので、はい、おー、はい、ちょっとぜひ見てください。いいですね、はい、サイズはいくつですか。サイズも…お、XO か、 XO ですね、はい、ちょっともっとダボつけやすいと思ったんですけど、はいはい、今ちょうどぴったしのサイズになりましたね。なのでちょっとダッポリした人はもっと大きなやつを買います。そうですね、僕身長178キロなんですけど、まあ、こんな感じなのでちょっと大きめで作ってもいいかもしれないです。そうですね、はい、このラインが入って、あのアームスリーブの時にこんな色を選べますってあったじゃないですか、はい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 、あの色が全部使えるんですよ。だからもう無限大に、多分これは多分違うんですけど、これワンチャン一緒説ありますね。ああ、そうですね、もしかしたら。あ、でもここ合わせてるんで、はい、ちょっといいな。そうですね、本当に多分被ることがないというか、はい、似てるけどよく見たら違うっていうのが選べますね、はいはい、そうそうそう、そんな感じです。でもいろんなことできると思って、はい、皆さんも見てもいじってもらえます。注文はディオのインスタかららしいです。あ、そうなんです、はい、ちょっとリンクの方は貼っておきますんで、はい、ゆうさんよろしくお願いします。はい、はい、そんな感じですね。はいはい、はい、ということで今日のナフィーチャンで以上になります。次の動画は試合動画になります。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。5年の月日を経てついに登場、走れ大井チャンネルオリジナルブランド GS グローブ好評発売中。デイクエストというメーカーなんですけど、グローブ作ってるんでぜひ、はい、どうぞよろしくお願いします、はいはい、ホームページあるんでぜひいろいろ見てもらえたらと思います。グローブをちょっと